ニマロン。その山の名は作スジャクシンゴ。その日、俺は随分と久しぶりに祖父母が暮らす田舎町を訪れていた。祖父の四十九日の法事のためだ。周りを山で囲まれた自然豊かなその町は、時間が止まっていたかのように昔とちっとも変わっていない。騒がしく鳴き、夏を伝えるセミたちでさえ、幼い頃俺が訪れたあの時のセミのままだと錯覚してしまうほどだ。母方の祖父が亡くなった時、俺は少し離れた都会の町で仕事をしていて、帰ることができなかった。社会人にもなって本当に情けない話だが、会社に相談することができなかったのだ。相談したところですぐに却下されていたことは間違いないだろうか。俺の勤める会社は、いわゆるブラックなのだ。今日この町に来れたのも、一ヶ月ぶりの休みと法事が偶然重なったからである。なので、明日の仕事のことを考えただけで気分がめいってしまう。一体、次の休みはいつなのか。ほぼ毎日深夜まで働いている残業代は、ちゃんと支払われるのだろうか。鬱積した思いを抱きながら、俺がため息をつくのと同時に、父親の運転する車が祖父の家へと到着した。田舎なので敷地が随分と大きく広い祖父の家に親戚十数名が集まり、法事が始まる。とは言っても、僧侶がやってきてお経を読んだその後は、みんなで用意された料理と酒を食べて飲む宴会の始まりだ。炭の方でちびちびとビールを飲んで、刺身をつまんでいる俺に、おじが話しかけてくる。内容は、仕事はどうだとか、結婚はしないのか、など、まあよくある質問だ。俺は、まあぼちぼちですよ、と適当に愛想笑いでお茶を濁しながら、おじの相手をする。相変わらず不機嫌そうに話すやつだな、と言われたが、おじは特に怒った風でもなく、30近い俺の頭をくしゃくしゃと撫でて笑った。さすがは親戚。俺の目つきが悪いのは生まれつきで、別段今、俺が本当に機嫌を悪くしているわけではないということをちゃんと理解してくれているのだ。なので、周りからどう見えるかは別として、俺は心地よい気持ちでみんなが語る祖父の思い出に身を傾けていた。ほら、だからあの時だってお前がアイドルのプリントされた面子をなくしたって言って大泣きして大変だったじゃないか。あの時って兄さん、何十年前の話よ。そんなの父さんだって覚えてないわよ。配膳してきた新しい料理をテーブルに置きながら、俺の母親が笑っておじにツッコミを入れる。いや、覚えているって。だから親父はその時も、その面子は山に昔から住んでいるあれが珍しいから持って行ったんだって真剣な顔で俺に言ったんだよ。それは俺も言われたことがある。祖父が所有する裏の山に住んでいるあれ。あれってなんだっけ？確か雪男だったか。あ、そう。祖父がいつも言っていた。裏山には雪男が住んでいるという話である。祖父はいつも笑顔でそんな冗談を口にしていた。そしてその祖父の話を聞くのが俺は大好きだった。笑顔を見せない俺にそんな不機嫌そうに聞くやつがあるかと笑っていたが、そう言いながら祖父も俺のことは理解してくれていたと思う。本当、親父はいつも楽しそうに笑っていたな。おじがそう言うと、しばらく微笑みながら話を聞いていた祖母が、ゆっくりと口を開いた。でも、よく信じられないって言われるのだけど、あの人は
小さい頃は不愛想で、嬉しくても楽しくても怒っているような顔をしていたものよ。祖父と祖母は幼なじみで、お互いを小さな頃から知っているのだ。常に不機嫌か。それなら、たかしにそっくりじゃないか。おじがそう言って俺の名前を呼ぶと、皆が一斉に笑った。そう、祖父と俺が似ているという話は、今まで祖母から何度も聞かされてきたことだった。俺からしてみたら、その話は純粋に嬉しかった。周りから誤解されやすい俺も、いつかは祖父のように、お天道様みたいな笑顔を浮かべられるかもしれないのだから。親戚一同盛り上がっている中、俺は俺で祖父のことを思い出す。二人で一緒に裏山を探検したこと。帰る頃にはすっかり暗くなり、一緒に祖母に怒られたこと。それから二人で風呂に入り、探検の話に花を咲かせすぎて、すっかりのぼせて、さらに祖母に怒られたこと。思い出すだけで懐かしい。子供の頃は本当に楽しかったな。そう思いながら小さく微笑みを浮かべたとき、部屋の隅に一人で座ってうつむいている人影がいることに気がついた。それは小学校中学年くらいの少年だった。大きな家の大きな座敷の隅っこで小さくなって下を向いている。きっと親戚の誰かの連れてきた子供だろう。いとこのケンちゃんには子供がいただろうか。周りは祖父の話で盛り上がっているが、その少年からすればあまり思い出がないのかもしれない。それはきっとさぞや退屈だろう。俺は畳に片手をつき、静かに立ち上がると、その少年の前に立つ。すると、少年は俺をゆっくりと見上げた。初めて覗かせたその表情は、不機嫌そうな、鋭い目つきだった。俺はその子に声をかける。退屈だろ？ちょっと外でも散歩しないか。俺と少年は家を出て、二人で裏山へとやってきた。祖父の家の裏には小さな川が流れていて、上流を歩くとなだらかな坂があり、やがて山道へと続いている。俺は小さな記憶をたどり、山への入り口の前に立つ。やっぱりちっとも変わらないな。子供の頃以来だけど、賑やかな蝉の声も太陽の日差しも。ああ、でも気温は格段に暑くなってるな。地球は一体どうなってしまうんだろうな。俺がそう喋りかけても少年は口を開かない。かといって俺も別に気を悪くすることも気まずい雰囲気になることもない。俺が山道へと足を進めると少年もゆっくりとついてくる。俺は少年との距離が離れないように足取りをコントロールして歩く。死んだじいさんはさ、俺を脅かしてこの山の奥には雪男が住んでいると、って言っていたんだよ。少年が俺に追いつくのを待ち声をかける。揺れる木々の木漏れ日が少年の不愛想な顔に光を当てる。あれ？でも、ここって雪国でもないよな。よくよく考えたら、雪男ってのは変だよな。天狗。そこで少年が初めて口を開いた。天狗でしょ？おじいちゃんが言ってたのって。あれ？そうだっけ？雪男ではなく天狗。確かにそうだった。少年の言葉で俺は思い出した。ああ、そうだったそうだった。天狗だ。天狗の子供がこの山を気に入って住み着いているんだ。じいさんは俺に毎回言っていたな。そう頭をかきながら俺が笑ってみせても、少年は表情一つ変えなかった。山を登りしばらくすると、
山頂から流れている川を渡るための小さな橋に差し掛かった。ボロボロ橋だ。懐かしいな。ボロボロの橋だからボロボロ橋。この山は祖父の土地なので、自分がそう名付けたものがこの山の名前になるのだと嘘吹いて楽しそうに笑っていた。祖父がボロボロ橋と呼んでいたその橋も全く変わっていない。2メートルほどの幅の川を横切る小さな橋。岩と岩の間に大きな板を乗せただけの大雑把な代物だが、その趣深さと危うさが俺は大好きだった。俺と少年はボロボロ橋を渡る。気をつけろよ。このボロボロ橋はとにかく揺れるからな。それに、そこの3枚目。3枚目は板が丸く反っているから、踏むと沈んでバランスを崩すぞ。記憶をたどり、そう教えてやる。すると、再び少年が口を開いた。4枚目だよ。え？なんて言った？4枚目。3枚目じゃなくて、板が反るのは4枚目。え？嘘だろ？いや、3枚目だろ？あれ？実際に確かめてみると、少年の言う通り、板が反っているのは4枚目だった。あと、ボンボロ橋。ボロボロ橋じゃなくて。ん？おじいちゃんが言っていた。この橋は、ボンボロだからオンボロ橋だなって。そうだっけ。あ、ボロボロもオンボロも同じじゃねえか。オンボロ。はい。それからも少年は、俺の記憶の間違いを次々に正していった。分かれ道の正しい方向であったり、小さな祠の名前であったり、空を飛ぶ鳥の名前であったり。思い出がないなんてとんでもない。この少年は、ずいぶん祖父と親しかったようだ。だが、負け惜しみではないが、俺の記憶は10年以上前で、少年の祖父との記憶はつい最近だ。俺の方にハンデがあるのか仕方がないではないか。そこで俺はあることに気がついた。そもそも俺は何年ここに来てなかったのだろうか。最後に祖父の家を訪れたのはいつだったのだろうか。大学で地元を出てから実家にも正月ぐらいしか帰ることはなくなっていた。その際、祖父の家に顔を出そうと少しでも考えただろうか。忘れて当然だった。亡くなった時にすら顔を出さない孫の俺が何を偉そうに言っているのだ。俺なんか全くじいさんのうちに来てなかったんだな。15年か。16年だよ。すぐに訂正された。いや、だからなんでそんなことまでお前が覚えてるんだよ。お前さては適当に言ってんな。俺が聞いても不機嫌そうな表情で何も答えない。だけど俺にはわかる。この少年は今俺をおちょくっているのだ。そしてしばらくすると山頂に着いた。そう高い山ではないが、周りに他に背の高い建物もないため、そこからの景色は悪くない。周りの山々や田園、祖父の村が一望できる。よし、着いた着いた。俺はそう叫ぶと、おもむろに地面に寝っ転がった。これは祖父がここに来るといつも取っていた行動である。そして俺の方を向き、片目をつぶるとこう言うのだ。さあ、たかし、お前も寝そべってのんびりしな。なんせここは、のんびり山だからな。そう、のんびり山だ。俺は完璧に思い出した。のびのび山でもどんより山でもない。ここはのんびり山だ。俺は自信を持って少年に向かって言う。さあ、お前も横になれよ。なんせ
ここはのんびり山って言うんだかな。さすがにこれは訂正されることはないだろう。そう、実際に少年は何も言い返してこなかった。ん？俺は体を起こす。辺りを見回しても少年はここにもいなかった。しばらく山を探してみたが、あの少年は見つからなかった。本来ならもっと慌てて必死に探すべきなのだろうが、不思議と俺の気持ちは落ち着いていて、ほどなくすると探すのを諦め山を降りた。家に帰るとすぐ、俺は台所で洗い物をしている母親を見つけて声をかける。あのさ、今日来てた男の子、小学生ぐらいの、あの子って誰の子なの？いとこのケンちゃんって結婚してたっけ？はあ？子供？それ誰のこと言ってんの？今日子供なんて来てないわよ。それにケンちゃんはまだ独身じゃないの。母親は要領を得ない表情で首をひねる。やはりあの少年は俺にしか見えていなかったのか。だけど不思議と恐怖は感じなかった。俺は穏やかな気持ちのまま母親にこう尋ねる。あのさ、じいちゃんの子供の頃の写真ってある？祖父の部屋のタンスの奥にしまってあった古いボロボロになったアルバムを母は持ってきてくれた。これこれ、お父さんの子供の頃なんてカメラは貴重だったのよ。でもうちはこの町でも名士で裕福な方だったから、写真が少しは残っているの。母の説明を聞きながらも俺の手はページをめくる。軍服を着た若い頃の祖父が現れる。さすがに笑ってはいない。俺がページをめくるたびに祖父は若返っていった。そして中学生だろうか、学生服を着た祖父のページをめくると、そこにあの少年と同じ年の頃の祖父の姿があった。そしてそれは俺と一緒に山に登った彼の姿と、あれ違う、あら、あらら。完全に予想が外れ、俺はすっぽんきょな声を上げてしまう。確かに不愛想ではあるが、あの少年ではない。違う、あの少年には申し訳ないが、写真の中の幼い祖父はもう少し上品な顔立ちでキリッとしている。俺は首をひねりながら訳もわからずつぶやく。違うんだよな。親戚とかにいないかな、この写真のじいちゃんを。もうちょっと痩せさせて、気持ち、目つきも悪くしたような。俺がそう説明をしている途中から母親がおかしそうに笑い出した。だが俺には何のことかわからない。え？なんだよ母さん、何が面白いんだよ。え？いやだってん？おいおい、たかし、お前何言ってんだよ。そこでその話をちょうど廊下で聞いていたおじが俺と母親の間から首を出してこう言った。ちょっと痩せさせて、もうちょっと目つきを悪くて。おいたかし、決まってるだろう。そんなの子供の頃のお前じゃないか。それからしばらくして俺は仕事を辞めて地元に帰ってきた。新しい仕事を見つけるまでに少し時間がかかったが、前の職場と比べて良い上司、同僚たちに恵まれて楽しくやっている。結局あの少年の正体が何だったのか、俺は未だに分かっていない。死んだじいちゃんが子供の姿となってみんなに会いに来ていたのか、幼い頃の俺の記憶が疲れた大人になった俺に何かを伝えていたのか、はたまた裏山に住むという天狗の子供だったのか。答えが気にならないといえば嘘になるが、正直どれでもいい。
だってどれが答えであっても決して悪くはないものだと思えるから。それから俺はお盆になると祖父の家を必ず訪れて墓参りをするようになった。おじからは会うたびに、彼女はできたか、結婚はまだかと聞かれる。俺は下手くそな愛想笑いでしのいで、やはり頭を撫でられる。前から思っていたけど、やっぱりこのおじさんはじいちゃんにそっくりだ。親戚たちの集まりが一段落すると、俺は一人で裏山に登る。もちろん山頂で寝そべってのんびりするためだ。山道を登る途中、オンボロ橋を渡るときに必ずしていることがある。わざと板の3枚目を踏むのだ。4枚目だよという声がいつかまた聞こえるかもしれない。そう思って